ペシャライズドレーシングチーム山本光平です。母校である薩内東中学校に行ってきました。生徒たちに向けてこう、僕の思ってることで伝えたいことを講義として行ってきました。で、今はクリスマス前で、年明けまで日本にいる予定です。で、その後はホームベースであるスイスの方に移動して、そちらでトレーニングに励んで2014年シーズンに向けてトレーニングをしていきます。来年は今年叶えられなかったトップ10をしっかりと叶えたいと思いますので、また応援のほどよろしくお願いいたします。ではでは行ってきます。Woo!